アイダホ州ボイシュで初めて稼働したコンピュータのユニバク120、レミントンランド409は1949年にレミントンランドが設計開発したパンチカード計算機であり、プラグボードでプログラミング可能であった。ユニバク60とユニバク120という2つの機種名で販売された。機種名の数字は各パンチカードから読むことができる数字の桁数を表している。 設計が行われたのは、コネチカット州ノーウォークのローウェイトにあるザバーンという建物で、現在は図書館及びコミュニティセンターとして使われている。1962年にユニバーク1004が後継として登場するまでに約1000台が生産された。なお、設計や生産に関する記録が破棄されていて、全く残っていない。数値は固定小数点で、 可変調であった。演算は、不動小数点数として行われ、結果をメモリに格納する際に固定小数点に変換していた。数字は2.5進法で表される。一桁分のメモリには5本の真空管があり、うち4本で1、3、5、7を表し、5本目は、他の真空管が表す値に1を加えることを意味し、5本目だけが単独で、 オンになっている場合は Q を表す。ありがとうございます。